こちら奈良時代の金属製のおもり10年ぶりに本格的な発掘調査を再開している佐賀県の吉野ヶ里遺跡で県職員の男性が偶然見つけました<然>佐賀県によりますと出土したのは8世紀頃の青銅製のおもりで金属製のおもりが発掘されるのは佐賀県内では初めてです幅は最大 3.4cm 重さはおよそ8 2グラム 税として納められた免製品などの重さを測るのに使われていたとみられます。佐賀県の男性職員が市民向けの発掘体験会に向けた準備のため。でこぼこになった地面を整備している際に、偶然見つけたということです。えー、なんか見つけた時とか、あなんか出てきたぞ、これなんだろうっていうのは、やっぱり。それが一番、あの魅力だと思ってますので、それをぜひ体験してほしいと思ってますので。 発掘体験会は今後も予定されていて次はあなたが世紀の発見者になるかもしれません。